杉江博史さん、元 JAL 機長で航空評論家、羽田新ルート、固定価回避について、令和6年3月3日、国交省役人にも嘘発見機を、裏金政治家だけでなく、都心ルート問題で固定価回避ができると嘘吹く役人たちにも、嘘発見機を、固定価回避の2つの架空の侵入案などすぐに嘘とわかるはずだ。本気でやってる役人なら堂々と自ら発見機にかかればよいだけだ。杉江博史さん、元 JAL 機長で航空評論家、羽田新ルート、固定価回避について、令和6年3月18日、固定価回避の検討会やってる間、18日のヒアリングで今更ながら分かったことは、自分たちが選んだ有識者による固定価回避の検討会なるものは、具体的に何も討議もせず、役人がやってる感を演出する道具だということだ。検討会は今日で1年7ヶ月開かれず、ヒアリングで進捗状況の説明もなく、逃げ切った。杉江博史さん、元 JAL 機長で航空評論家、羽田新ルート、固定価回避について、令和6年3月18日、固定価回避の検討は嘘。都民には、ルートを変えて固定化を回避すると立ち上げた検討会。だがそこでは具体的に何も討議されず、国土交通省の役人の一人芝居が続いている。侵入方式は最初は12案を提示。次に6案、最後に2案に絞り込み、やってる感を出してきたが、そこから1年7ヶ月経ちながら、次に進めず終了だ。杉江博史さん、元 JAL 機長で航空評論家、羽田新ルート、固定価回避について、令和6年3月19日、固定価回避の嘘、検討会が絞り込んだ、固定価回避の侵入方式は、RNPAR と呼ばれるものだが、この方式を使える航空機は現在羽田空港に離発着している7割に過ぎず、増便対策にはならない。だが国土交通省は都民、国民が侵入方式のことを知らないのにかこつけて改善を期待させるのは詐欺と言えるものだ。杉江博史さん、元 JAL 機長で航空評論家、羽田新ルート、固定価回避について、令和6年3月19日、騙されるな議員たち、都議会や区議会の議員の中には未だに、固定価回避の検討会で何か良き結果が出るのを期待する向きが多い。だがこの1年7ヶ月の間に何も話し合われず、ヒアリングで衆参議員を怒らせているような現実にいい加減目覚めてほしい。詐欺を見抜く力がないのであれば、それは議員失格と言える。杉江博史さん、元 JAL 機長で航空評論家、羽田新ルート、固定価回避について、令和6年3月19日、固定価回避なる、嘘、国土交通省は、新たな侵入方式の導入で固定価回避ができると都民に思わせているが、侵入方式はパイロットと管制官しかわからない専門的なものだ。したがって、知るものと知らないもので議論ができるはずもなく、結果役人にお任せとなり、役人たちはそれを良いことに嘘を連発する構図が現実だ。杉江博史さん、元 JAL 機長で航空評論家、羽田新ルート、固定価回避について、令和6年4月11日、都心ルート、
今日4月11日も衆参議院連盟主催の国土交通省役人とのヒアリングが行われ、私も質問に立った。具体的な追及で検討会が1年7ヶ月も開催されていないことの真実は、何も検討していないまま4年であることが分かった。今後はこれを前提に議員閣議は委員会などで追及するべきだ。杉江博史さん、元 JAL 機長で航空評論家、羽田新ルート固定化回避について、令和6年4月11日、都心ルート時間稼ぎで固定化回避のための RNPAR 侵入を検討してると言い続けてきたが、具体的に何も検討していないことが分かった。もうこの議論は終了。私はこのような詐欺行為が議員やメディアがわからないのなら、もうこの議論に参加しないつもりだ。杉江博史さん、元 JAL 機長で航空評論家、羽田新ルート固定化回避について、令和6年4月12日、都心ルート1年7ヶ月も検討会自体開催せず、固定化回避など科学的にできないのに、まだ何かを期待している議員連盟の代議士には失望しました。なので私は、状況が変わらなければ、この問題から手を引くつもりです。都民の皆様、ごめんなさい。杉江博史さん、元 JAL 機長で航空評論家、羽田新ルート固定化回避について、令和6年4月12日、都心ルート衆参国会議員が招集するいわゆるヒアリングを何回しても、国土交通省側は責任ある部長や局長は出席せず、課長補佐やそれ以下の役人で適当な答弁を繰り返す。衆参議院が運輸委員会や予算委員会などで質問追及するのが必要だが、ほとんどやってくれない。これでは事態は動かない。杉江博史さん、元 JAL 機長で航空評論家、羽田新ルート固定化回避について、令和6年4月12日、都心ルート国土交通省は固定化回避なる検討会を立ち上げて、この4年間やってる感を演出して都民が慣れるのを期待してきたが、一部の議員を除き、ほとんどの議員も言い方は悪いがやってる感で、票欲しさで活動してきたと思うのが率直な感想だ。茶番で空の安全が後回しになっている。杉江博史さん、元 JAL 機長で航空評論家、羽田新ルート固定化回避について、令和6年4月12日、都心ルート固定化回避は物理的に不可能。昨日2024年4月11日の国会でのヒアリングで、私が少ない時間割り当てにより十分な質問と追及ができなかったが、固定化回避など技術的に不可能なのに、4年間都民国民を国土交通省が騙してきたことが立証できたので、私の役割は終了。今後は要請されても出席はしない。杉江博史さん、元 JAL 機長で航空評論家、羽田新ルート固定化回避について、令和6年4月13日、都心ルートヒアリング中止を、国土交通省の下っ端役人たちに議員や住民が何を言っても時間と労力の無駄、責任ある幹部が出てこない今のヒアリングを何回やっても前には進まないので、中止した方が良い。やるなら幹部を出させ、
議員は委員会で追及質問した方が責任ある答弁が期待できる。杉江博史さん、元 JAL 機長で航空評論家、羽田新ルート固定化回避について、令和6年4月13日、都心ルート、国会議員などがなぜ委員会でこの都心ルート問題を取り上げて質問や追及をしないのか、わかりますか？答えは、票にならないからです。彼らはどんな種類の集会にもまめに顔を出しますが、すぐに帰ります。ヒアリングでも多くは顔を出して挨拶してすぐに帰る。それで必要な時間が削られるのです。杉江博史さん、元 JAL 機長で航空評論家、羽田新ルート固定化回避について、令和6年4月13日都心で墜落。都心ルート問題は、残念ながら都心で航空機が墜落したり、大きな落下物が発見されない限り今のままで続けられるでしょう。国会議員、都議会議員、区議会議員、それに航空会社も口を開けば安全運航第一と言いながら、未だに事故を想定した防災対策一つ実現させていないのがその証拠です。杉江博史さん、元 JAL 機長で航空評論家、羽田新ルート固定化回避について、令和6年4月14日安全議論できないヒアリング無駄、都心ルート問題でいくら野党議員が下っ端役人を呼びつけても、航空機の運航を知るパイロットがいる運航課、乗員課からは要請しても誰も出させない。議論したら危険性がバレるからだ。こんなヒアリングして何になるのか、都心ルートの一番の問題は安全ではなかったのか。杉江博史さん、元 JAL 機長で航空評論家、羽田新ルート固定化回避について、令和6年4月14日ヒアリング無駄、国土交通省の下っ端役人連中で、最近ほとんど一手に答弁と意味不明の答弁を繰り返すのは、防衛の管制調整官だ。会議のトップは航空のど素人、こんなヒアリングして何の意味があるのか。議員連盟主催で成果が出たら拍手喝采。でもありえない。できるなら勝手にやってみたらよい。運営がダメだ。杉江博史さん、元 JAL 機長で航空評論家、羽田新ルート固定化回避について、令和6年4月14日セレモニー化したヒアリング、野党中心の国会議員が集まる議員連盟が主催するヒアリングに期待したが失望した。運営が議員のやってる感と選挙の時の票欲しさで、会議がセレモニー化してるからだ、期待して集まる住民が怒りを発言するガス抜き会議と化してるから、もうやめた方がよい。杉江博史さん、元 JAL 機長で航空評論家、羽田新ルート固定化回避について、令和6年4月14日、野党の限界、都心ルート問題での野党中心の議員連盟主催のヒアリングに呼ばれ、一生懸命固定化回避なるインチキを暴露してきたつもりだが、議員たちは役人たちのデタラメ詐欺答弁が理解できない。だから委員会でも質問もできないしする気もない。だから野党は国民から見放されるのだ。杉江博史さん、元 JAL 機長で航空評論家、
羽田新ルート固定化回避について、令和6年4月14日、都心ルート、永遠に、次期総理候補のランキングに出てくる有名議員は、地頭が悪くて国民の期待はないに等しい。野党議員も同じだ。都心ルート問題の解決方法は簡単だが、それがわからないようだ。地頭悪い議員が何人集まっても無理。都民、国民の悲劇が続く。杉江博史さん、元 JAL 機長で航空評論家、羽田新ルート固定化回避について、令和6年4月14日、都心に墜落はありえないのか？現役のパイロットの多くから勇気ある報告書が出されている。都心ルートは横風が強くなり、着陸が危険などだ。世界に例を見ない急降下の侵入もとある。世界を見れば、他の原因でも墜落事故が多発しているのに、都心では事故が起こらないと誰が言えるのか？杉江博史さん、元 JAL 機長で航空評論家、羽田新ルート固定化回避について、令和6年4月14日、都心で墜落事故が、原発事故も起きないと言われていたのに実際に起きてしまった。都心では航空機が墜落しないと国土交通省は言うが、本当に起きないのか？国民と政府は、実際に墜落事故が起きて初めて原発事故と同じだと気がつくだろうが、愚かな歴史を繰り返してはならない。杉江博史さん、元 JAL 機長で航空評論家、羽田新ルート固定化回避について、令和6年4月14日、想像力欠如、都心に飛行機が墜落するとどうなるのか。乗客も住民も多くが命を落とし、地上は火の海と化する。この意見が誤りというなら反論してみてほしい。それでも都心上空からの眺めは美しいと、安全よりも大事なようだ。まさに一億想像力の欠如、誰かなんとかしてほしいものだ。杉江博史さん、元 JAL 機長で航空評論家、羽田新ルート固定化回避について、令和6年4月14日、舐めるな、航空機の運航、都心では飛行機は墜落しないのか、答えはノーだ。最近の例を見て離陸後右旋回しなければならないのに、東京タワーに向かったり、あわやの飛行が目立つ。世界には技術も判断もろくにできないパイロットが山ほどいて、私は怖くてエアラインを選ぶのが大変だ。みんな、真面目に考えてほしい。